近代地光介殺人鬼。殺人鬼は、横溝正史の短編推理小説。近代地光介シリーズの一つ。本作は、1947年12月から翌1948年2月に、かけて、リベラルに文才にて発表された。角川文庫、殺人鬼春陽文庫、火の十字架に収録されている。近年のストーカー殺人を連想させるストーリーで、 主人公の八代隆介を語り手として、ストーリーが進行する。作者と進行のあった、浜尾志郎の戦前の作品に、同名の作品があるが、本作との関連はないとのこと。6人もの女性を殺した連続殺人鬼が世間で騒がれている、ある晩、会合で帰りが遅くなった、推理作家の八代隆介は、駅から、吉祥寺の家に向かう途中、美しい女性、 かな子から家の近くまで堂々を頼まれる。八代は夜道の一人歩きは不安だということで、かな子を自宅まで送り届けるが、彼女は殺人鬼を連想させる黒い街灯と黒眼鏡に義足をつけた男に後をつけられていたようだった。その一週間ほど後の夕方、八代の家にかな子が飛び込んできた義足の男に付きまとわれたのだという。かなこが語るには義足の男は、 出生前に一晩だけ共に過ごした彼女の戸籍上の夫、亀井淳吉だという。亀井の出生後、亀子は空襲で家を焼かれ、亀井の親戚筋の香川家に世話になるうちに、亀井のいとこの香川達也と恋仲になり、二人で大阪から東京に出て事実上の夫婦となった。やがて終戦後、復員した亀井は亀子を探し当てて、復縁を迫ったが、亀子が拒否したため、 それ以来亀井はかな子を付け回し始めたというのである。亀井の足音が聞こえなくなったためかな子を送り出した八代の元に、今度は、達也の妻の梅子が訪れる。かな子が取り乱していた理由を尋ねる梅子に、かな子につきまとう亀井を恐れてのことであると八代が、説明すると、梅子はひどく動揺した様子で帰ってしまう。その夜、胸騒ぎを感じたのと亀子に会いたい気持ちから、 香川家を訪ねようとした八代は、家の前で近所の住人から、変な物音と怒鳴り声が聞こえたと聞かされる。そうして、家の中に入ると、達也が鈍器で何度も殴られて殺されているのを発見する。さらにカナコも首を絞められた状態で失神していた。その時、義足の足音が聞こえてきて、逃げ去る義足の男の後を追った八代たちだが、 義足の男を発見することはできなかった。そして、一命を取り留めたカナコは、犯人は義足の男、亀井だと証言した。しかし、それ以来、亀井の行方は、用として知れなかった。それから数日後、ふと義足の男が逃げ去ったと思われる道を、たどっていった八代は、そこで粗末なおかま棒に、よれよれの合わせと折り目のたるんだ袴を着た男が、 ゴミめをあさっているところに出くわす。その男は、金代一孝介と名乗り、ゴミの中から義足の男がついていたステッキと偽の義足を掘り出した。金代一の発見と、八代もかな子も義足の男の顔を見たわけではなく黒眼鏡と義足の姿だけで亀井だと思い込んでいたことから、義足の男は亀井ではなかったという疑いが出てきて、二人は何度も、 警察の取り調べを受けることになる。そんなある日、達也の妻の梅子が毒を飲んで死ぬ。梅子が、達也殺しの犯人であろうという論調の新聞記事を読み、なんとなく物足りなさを感じる八代に、真犯人が狂人を向ける。TBS テレビ系の二時間ドラマ枠、ザ・サスペンスにて、名探偵、金田地光介の傑作推理の第八作として、 1988年7月26日に放送。スタッフキャスト、古谷一行主演の映像化作品に関しては、リンク先参照。NHKBS プレミアムのシリーズ横溝静止短編集、近大地康介登場の第2回として、2016年11月25日に放送。セリフやナレーションのほぼべてを原作から抽出した文言とし、 ストーリーも以下のような警備な際のみである。冒頭の殺人犯が500人に1人いるという導入は防空壕を発掘している近代地を背景に語られる。スタッフキャスト、ありがとうございます。